肉入ってます。駐車場は少し狭いから止まっている車の場所によっては駐車がしづらいかも。でも隣のコンビニは絶対止めないでってことだからそこだけは約束だよ。店内はカウンター数席、テーブルが1席、お上がり2席あり、注文方法は食券形式。今回は肉入り中華そばと三個餃子を注文したよ。中華そばの麺は中太麺、細麺が選べる。食券を渡す時に聞かれるよ。おすすめは中太。すっきりでも深いスープに甘みも感じる。この寒くなった季節にはもってこいの落ち着く味ね。チャーシューは分厚く肉感も感じられる。柔らかすぎず硬すぎずの絶妙なラインでレベル高え。麺はツルツルしていて弾力がある綺麗な麺。おすすめの中太選んでよかった。途中で置いてある柚子酢をかけるとあら不思議、醤油スープに柚子の香りが混ざり程よい酸味で別のラーメンに。餃子はカリッとジューシーでニンニクや生姜が強くない印象だからこの後の仕事も安心だね。3個じゃ足りないからもっと頼めばよかった。次はワンタン麺も食べてみようかな。リピート決定。国道107号線沿い北上江釣子インター近くの中華そばハレルヤでした。